今この動画を見てる方の中にはよっしゃやったるぜって思ってる方もいればああ無理これパスってね思った方もいるかもしれないんですけど今そのねパスって思ったそこのあなた申し訳ない一番だけは解いてからパスしようねよろしくお願いします理由はね後で話しますんでじゃあいつものねオープニングトークカットしましたが今回もね解説やっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあ画面下げますよお待ちくださいあのね まあいつも通りこう問題探して問題文書いてやったんですよやってねでまあ今1個さそのちょっと大きな NG 出しちゃったもんでそれもあるんですけどこれめちゃくちゃ大変だったのこれ問題書くの <laughs> 円盤ってもう何回書いたんだと思ったもんねしばらく書きたくないわって思ったけどねまあまあそんなこともありまして規則性第8弾やっていくわけですが最初にね1番だけは解いてくださいっていう話をしましたそれがれポイント、まあ、ポイントというか 規則性を解く時のポイントっていうわけではないんですけど先書いておきましょうあのね規則性の問題ってカッコ 1? あの高校受験の問題さんもちろん全体的に言えること、まあ、か書き順ひどかったね今、まあ、言えることなんだけどカッコ1はね簡単ななんだわ規則性の問題んでかっていうと今回も文章でと問題文長かったでしょ最初が規則性ってルールが複雑なのやってることが 置き方とかさいろんなルールが複雑になってるからその分1番ってね本当にルールちゃんと理解してるのっていう確認問題がほぼきますだから別に規則性を見つけなくても自分でちょっと図を書いたりすれば数えたら解ける問題が非常に多い多いのね なので、その、あ、無理無理って、割とね、規則性諦めちゃうの、女の子に多いんだけど、無理無理って思った子も、ぐって踏ん張って、一番は簡単って、あの、ハイチのおっちゃんが言ってたって思ってやってください。そ,うそれだけでも2点、3点で増えるからさ、受験の時大事だから、2点、3点。なんでね、それをちょっとお願いしました、今回はね。で、今回も結論から言うと、2番まで簡単です。地道にいける、2番はね。2番までは。で、まあ、その前に、ちょっとルールを確認していきます。 この図しか書いてないんですけど、円盤。まん丸の円盤ね。で、こいつ、えっと、半径1なんで直径2です。ちょっと覚えておいてください。半径1で直径2ね。で、縦に M 枚。これま3枚にしちゃってるけどね。横に N 枚置いていきますと。で、メインで大事なことは、その接してる数。あの、図3に書いてあったけどさ、234って書いてあったでしょちょっと同じように書いていこうか。 それは接してる場所の数です。例えばこいつで言うと右と下の2箇所で接してるから2って数字が入ります。だからあと2はここだよね。この4つ、4つ角です。が2になる。で3どこかっていうと3はここです。上、下、右と接してる。ここもそうだね。3で、ここも3で、ここも3だと。で中に入っている部分は、 上下左右全部接してるから4になりますと。まあ、こんなルールでございます。長方形に関しては4番しか使わないので、まあ、その時また言いましょう。でね、一番なんで簡単かっていうと、M が4、M が5、この時に3が書かれた円盤、何個ありますか何枚ありますかって聞かれてるの。書こう。書けるって。 あのね今回はみんな動画で見てるからこの図がないんだよね書かなきゃいけないんだよでも実際問題用紙配られた時はこれがあるわけみんなの手元に 3×4 できてるからさ 4×5 なんてあとここに12345123って書くだけだからだけだからねなのでそれでいけるとちょっとそ今回それに書くとちょっとぐちゃぐちゃするからさこっちに書くわ一回さ。 で、1、2、3、4。縦が4で、横が3、4、5なわけよ。ねこんな丸ちょこちょこ書いておけば、もうタピオカみたいになってるけども、すぐ終わるから、これ。で、大事なルールとしては、2っていうのは端っこないよ。4つ角。こう4箇所しかないの、絶対に。じゃあ3、どこにあるかっていうと、その間だよね。ここここ。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  ここ、ここ、ここと。ちょっと見にくいかもしれない。あのー、スマホで見てる方、ちょっと見にくかった、ごめん。<laughs> あのパソコンの方はね、画紙表示で見てみてください。ていう、やっぱやればさ、青何個あるって10個じゃん。10枚か。だから、そのまま10枚で OK です。もちろん、あとあと使うからね、M と N をこう置いたときに、2が何枚あります、3が何枚ありますって規則性を求めてからやってもいいです。別にいいんだけど でもこの辺は数えてそこを解けるからさいいこういう風にやってください面倒くさいって言わないでねちょっと青からスタートしちゃったんで次赤いきましょう2番で、次も m が5つまり縦が5 n が6なんですこれがさ例えば m が20 n が30みたいな2 0る3 0かってなったらさちょっとためらうよね時間かかるからでも 極論言ったら書けばできるからさ、数えようって時間余ってたら俺取り行くよ。もしね。他の問題も、うわ、もう解けんじゃあ20、20×30、数、数、数なんだ、書いて数えていこうみたいな。やるけど。まあ、それは時間とのね、あれもあるけどさ。でも5と6だもん。で、この何やるかっていうと、円盤に書かれた数の合計を求めます。つまり、2っていう円盤が何枚、3が何枚、4が何枚かを調べられればいい。 で今さここに 4×5 書いてたからちょっと増やそうぜこうすれば 5×6 になるでしょこうやってねちょっとここは青じゃないんでちょっと消しておきますけどこうですねで赤2ね赤は何度も言うけど4つ角しかないですこれは絶対ルール4枚しかないんだわで青に関してはそこの辺と辺を結ぶとこだからここですよね いや、もしさ、これもう図書かなくても分かるよっていう方は書かなくていいからね。そんな共しないから、それはね。で、中の部分、ちょっと塗りつぶさないけど、そこが4になりますと。じゃあ、数えていくと、2の円盤が4枚。つまり、2×4 だよね。書かれた数字の合計出せって言ってるから、2が4枚あれば8じゃんか。数としては。じゃあ、3何枚あるのって。数えると、1、2、3、4、5、7。14か。14枚あるから、これ、掛け算しておくと42だと。 で、4何枚あるのって中の部分だから341212枚あるから48と。で全部合計いくつって言われてるんで足しましょう全部をね全部足すとこれが98になるからこれで終了になります。ルールをきちんと理解しているあとは書けば数えればできる問題なのでぜひここまでは2番までは S S 学苦手な方も復習してね、あのー、多分すぐやったら解けちゃうと思うんで、あのー、2日後とか3日後にまた試してやってみてください是非ねそうすれば規則性ちょっとねあのイメージ変わると思うんでよろしくお願いします。ってことで、まあ、ここからちょっと本番というかね難しくなっていきます。で3番は m が x N も x もその時数の合計が440ですよと。 いう問題になってますでこれは3番4番に共通することなのでその m と n こん時にこん時ね m と n の時にその234がそれぞれ何枚あるのかっていうのをチェックしておきましょう。枚数ですす枚枚数数チェックしておきます枚数ねで何度も言うんだけど2に関しては これは4枚しかありません。4つ角だから絶対に。で次が3です。で3ですね、まあ。いろんな考え方があると思うんですけど自分がやった方を紹介します。自分はですね、まず M、縦の方に注目しました。今、M ってなってる時は当然縦に M 枚あります。で、M 枚ある状態で一番上と一番下を2で取られちゃうんだよね。 使っっちゃってるつまり本当は全部3だったら m ね m で 3, 枚3が並んでれば m 枚って言えるんだけど上の1枚と下の1枚取っちゃってるつまり2枚取っちゃってるから縦は、m、枚なんですよここ3はね m−2 枚になってる。でしかも縦っていうのはこことここにあるから m−2 枚が枚 二つ分ありますと。こう考えたんです。で、多分この辺でちょっと、えっって思った子がいるかもしれないので、少し確認のためにこっち行きます。今何やったかっていうと、結局、これ今3枚じゃないですか。つまり M が3の時を考えると、3-2ってなると、1だよね。3-2が1。1枚だけ3がありますよね。それかけるにしたのは、こことここの分を考えましたよって言ってるんです。で、こっち行くと、 今、これ M5 です。縦。M が5。5をマイナス2すると3ですね。その3は何かっていうと、この部分のここの3枚のことを言ってます。本当は5枚だったら、あの、都合がいいんだけど、一番上と一番下取られちゃったんで、5を引く2して3枚あります。でも、縦っていうのはこっちにもあるから、3を2個かけるにしなきゃいけないから、今こう考えたの。M-2 が2つ分って。 でも今は縦しかやってないです。じゃあ横もやりましょうと。で、横も同じように考えて、横ね。横全部3だったら N 枚っていけるけど、ここの左と右で2を取られちゃう。つまり2枚取られちゃうから、N、N-2 枚。ね N 枚から2枚分取ってる N-2 枚でしょうと。で、これも上の部分と下の部分、横がね、あるから2つ分考えましょうねと。 こっちで考えます今横は N 6になってますもともと6個書いてるからねでそのこことここの分を取りたいので6-2をすることで4が出てきますこの4は何かっていうとここの4です12344 4, 4, 4, 4枚ねそれが上と下もあるからこれを2かければいいんじゃないってこれで3の円盤は全部考えることができましたつまり ここいいいいつつとを足せばいいでこれ展開すると 2m-4 これも 2n-4 だから足すと 2m 足す 2n-8 かそうさっき NG 出した時ここ間違ったよね書き間違った計算間違った普通にいいかなこうなりますこれが3じゃあ最後4ですでこれもね 4も別にルール考えて、ね、で出すこともできるんだけど、これ全体がさ、2と3と4しかないじゃん。5とかないでしょ、絶対に。2と3と4しかないから、じゃあ、全部でこれ何枚あるって考えた時に、m×n。m×n だから、全部で mn 枚なんだよね。長方形で縦かける横だから、mn 枚ありますと。全体から2のお皿じゃない円盤と3の円盤、 引いてあげれば4残るよねって考えるのもいいかなと。つまり、mn からこいつとこいつを引きます、両方。で、引くと、長いな。<laughs> mn マイナスこれすると、あの、分配法則するからね。マイナス 2m マイナス 2n プラス8になるのか。で、これマイナス4してるから、プラス4。これが、入ってるあ、全然入ってるやんけ。<laughs> 結構右切るね、今日。 って感じになりますいいかなはい、ちょっと長くなりましたけど、これで枚数できました。もう全部ね。で、これが出てしまえば、もう倒しやすい。じゃあ何やるかっていうと、今、円盤に書かれた数の合計を考えてます。じゃあ、m と n が x の時、2の円盤何枚あるかって、これ4枚ですよね。4枚なので、さっきと同じです2が4枚あるから、かけたら8です。かけないんでしょうか、ここが。 今数の合計聞かれてるから枚数じゃないからね。じゃあ3の円盤何枚あるのって考えると m と n に x を入れることができます。両方 x だから。そうするとこれ 4x なるね。2x+2x で。つまり 4x-8 になるのでえっ、ー、と 12x-24 か。こうなる。で4。これも x でうとこ x 二乗ね。x×x で x2 乗を。 マイナス四 x、えー、っと、プラス四。こうか。で、四ね、四かけるだから、四 x 二乗、マイナス十六 x。プラス十六すね。で、全部足しましょう。全部足します。足すと。足すと。四 x 二乗、ここがマイナス四 x か。四 x。これ消えるよね。消えるね。 こうなりますこれ全部でこれねでそれが440になるって言ってるからイコールですこうやるとでこの440を左辺に持ってきましょう持ってくると符号変わるのでマイナスになってイコール0になりますと全体を読んで割ることができるので x ス x − 1 1 0イコール0とちょっと4番のために左側に逃げますこっちね、えー、これ因数分解していくと 110、ちょっと一瞬見つけにくいかもしれないんですけど、これ11かける10ね11。11かける10。だから、マイナス11とプラス10にしてあげると、これ因数分ができると。で、これを解くと、x イコール11とマイナス10になります。ただし、今、m と n、もともと問題文にありましたけど <laughs>、整数ですあ。あれあったよね。mn は、あ、3以上の整数。だから、負になることはないので、これ使えないと答えとして。 まあいいか x は絶対正正より x イコール十一と答えはその x だよねこれねえみんなに確認はあったよね x 出せばいいのでこれで終了となりますはは <laughs> ね <laughs> ここ出せればまあいけると思いますさあちょっと喉が枯れ始めましたさすが ng 出したからねもう何分合計で多分四十分ぐらいしゃべっしゃべってるねいきましょう 次はですね次の分の123に当てはまる数を求めなさいとただし ab は2以上の整数で a より b, b の方が大きいちょっと書いておこうかこれ大事だね b の方が大きいですで m が a+1a+1 プラスプラスで n が b+1 プラスですこの時並べたらえっ、ー、とさっきの長方形ですね長方形つまり ここをぶち抜いてこの部分ですこここの面積が780となるとき4が書かれた円盤の枚数は A がホニャララ B がホニャララのときに最も多くなるともう動画も長くなるとはいいっていきましょう。でこれ考えたら自分のやり方なんですけど今これいけそうか M がさここが A+1 プラスって言ってるんだよね。 A プラス1。じゃあ、その時、ここの縦の長さ何になるかなって考えたんですよ。考えたの。で、これってさ、もともと、じゃあ、どうしようかな。えーっと、じゃあ、M。M のは考えやすいね。M だった時だよ。ここが M だった時。縦いくつかっていうと、円がさ、あまあ、円盤か。まあ、円でいいか。円が3個ならあ、まあ、m 個並んでるじゃんか。で、1辺じゃなくて、1個の直径。 こう3個になってたら、1個の直径が2なわけよ。全部2 2二になってるから、M が2個。いや、これ2が M 個あるから、2M になるんだよ。全部つなげるとね。全部つなげると。でも、今さ、上の部分、ここと、ここの部分の辺がなくなってるから、2ないんだよね。つまり、2M から上と下のこのなかった部分の2を引くから、こうなるって考えたの。これついてこれる大丈夫 M が、ち2が M 個並んでると、こうやって。2が M 個並んでたら、もともと 2M なんだけど、直径が上と下切られちゃってるから、2を引かなきゃねっていう。で考えると、じゃあ A、A プラス1の時は、M に A プラス1入れればいいから、こうなるんだよね。で、これ分配でやると、シンプルに 2A になるの。いい。直径の縦の長さ。ここ 2A なんだよね。2A。 で、横も同じように考えられて、結局、N 個並べてても、全部並べたら 2N なんだけど、同じく右と左に1ずつ取られちゃってるから、2N-2 なんだよね。全部並べたら 2N なんだけど、2取られてるから、2N-2 だと。で、N のところに B プラス1をまた代入すると2、2かっこ B プラス1でマイナス2だから、これも 2B になってくれるって、めちゃくちゃ楽な状態になるんだよね。つまり、長方形が、 縦かける横で、これで終わると。これかなり都合がいい。この部分で。で、それが780になりますよと。<laughs> 面積がね。<laughs> ごめん。で、こっち4に、あと 4ab になります。両辺4で割ると、ab イコールこれ4で割るので、195となります。つまり、a と b。 二つの整数をかけて195になるコンビが何個かあるから、その中で一番4が、こいつが多くなるやつ探していこうぜっていうふうに考えるんです。いいかなで、ここでポイントなのが、じゃあ195になるコンビどうやって探すんだよって思う方もいるかもしれない。で、それの探すときに非常に役立つのが素因数分解です。素因数分解。割っていきましょう。これ3で割るよね。3で割れるから、 6318で3515でこうなる。これが次5で割れるから、こうなって。実は、こいつって、因数が3513の3つしかないのね。3×5×13 なんですよ。これ何が分かったかって、195ってこのコンビ作られてるのね。今、AB って、ホニャララるホニャララで作れって言われてるから、こっから組み合わせを考えると、3×3 だけ独立させて、 3×5 と13を組み合わせた65にするか、5だけ独立させて、5×3 と13で39にさせるか、13を独立させて13、13×15 ってこの3パターンしかないんだよね。ってことが分かるの。素因数分解をすることによってね。で、こっから本当はね、ちょっとトリックとか技を使ってすぐパッて見つける方法もあります。一応言うか、それ。俺実際やってないけど、それ答え見て知ったけど。 これね、その4のさ、枚数を知りたいんですよ。4の枚数が一番大きくなるとき。今4の枚数見てると、これちょっと、マイナス 2m とマイナス 2n くくるとさ、ここ、こうなるんだよね。これさ、mn マイナス2、括っ m プラス n プラス4って、この部分しかマイナスを使ってないの。ってことは、m プラス n の数がちっちゃくなれば、 引く数がちっちゃくなるじゃんか。ってことは、低数がちっちゃくなれば全体は大きくなるから、じゃあ、M と N を足して、一番小さいものを見つければいいじゃんって考えるのが、まあ、あの、かっこいいやり方です。俺やんなかったけど、できなかったけど。<laughs> 思いつかなかった。で、それを使えば、M と N、これですね、組み合わせ。まあ、今、A と B なんだけど、AB ってさ、結局、A と, B と、とこれ今、A と B の候補を出してるんだけど、A と B って、あ、M は、なんだ、 A が13だったら M は14になるから1個増えるだけだからさ。だらそれで探すとこいつなんだよね。足したら一番ちっちゃいでしょ。こいつ68とか、まあ、70だけどだ増えちゃうからさ。だらこれが正解なの。それでもいいし、今言ったように AB がこれになってるから、MN のコンビっていうのは AB に1個ずつ足すので、4と67。こいつが7と41。で、こいつが15と17になります。 MN 分かるからさ、全部代入してみて、4の枚数が一番、えっと、多いやつを自分幕計算しました。<laughs> 3つともやっちゃいましたけど。それでもいいです。いいんです。俺やったから。いいんですけど、まあ、今回はね、これってすぐ分かったので、これを見つけ、えっと、探していく。で、M と N はこれになりますと。となったから、じゃあ代入して、ちょっとこれ消しちゃうよ。4の枚数、あ、M×N をするから、おっと、枚数だよね。おっと。 か絵じゃなかかかったかけるか <laughs> ちょっと枠外でやるわ 17×15 はあれさっき俺これでやったっけな35えー、っと255あれさっき何で俺さっき「さ」って解いたんだろう何か使った <laughs> もうさっきの記憶がもうないのかいでえー、っとマイナス 2× 足したものえー、足したものなんで <待>っっっとテテンパってるな完全にテンパパててるるな完全さっき何度あってやったんだっけと思ってマイナス64プラス4かなので60引くからあれまたなんかちょっと違うぞこれちょっとお待ちくださいね13と15のコンビは合ってんだよねで円盤の枚数で A と B は出したからその枚数はって言われてるので。 A が13だともう,もうなんで2個足してるのかのすいません40そうだよねここ14と16だよね1足したらねそうってなりました失礼しました。ってことでなかったことにしてもう1回やりますでも違うんだよなさっきどうやってやったっけ 224ml がね224引く 2× これでス6 0 えー、プラス4になるからえー、っと168かな OK ですね168はいすいませんちょっと最後ごたごたしましたけどとなりましたので答えの欄には1がえー、っと B の方が大きいって分かっているので A の欄には小さい数の13を書きます AB のコンビこれだからね。が13。 二のとこには十五で三のとこには百六十八と入ってるかな入ってるねこれで終了となります長,な長くなると思ったけど長くなったね二十五分ぐらいしちゃったかとなりましたまあちょっとね長々と説明してきましたがぜひ規則性の問題まあ全区全部やってるわけじゃないんですけどやっぱ年々増えてるなという気がします。 で理由としてはあのー、いろんな力を見ることができる普通のね計算問題とかでと当然ね見ることができない力が見れる部分と、まあ、思考力とかの部分でねそういったところが着目されてるということもあって今まで見て出てなかったし大丈夫っしょって思う方も突然ね今年出されるということもあるかもしれないのでぜひぜひ、あのー、全部とは言わない,言わないです、あのー、2番まででも全然構わないので復習してもらって自分の力で解けるようになってみてください。 では今回はね高校受験対策の規則性第8弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上です会いましょう